ガキが病弱すぎる。でも今日も生き延びることができた。合衆連邦伝染病蔓延の危機。やばいな、これ何かあるぞ。なんだこいつ、こんなやついたっけ。なんだお前、なんか言おうか俺に。ちょ、銃の用意しとこ。いや元気かい。ちょっと痛みがあるんだ。戦時中綺麗な女の子と出会ってね、彼女のことが頭から離れない。上こっち来られると昨日連絡があったんだ。どうか彼女を通してほしい。彼女の名前はエリサだ。待って待って、エリサだ、何てことだ。エリサは通す。何これ、あいつ拘束する。これってでもさ、これってでもさ、犯罪行為だから拘束でしょ。こういうこと許されるんすか。 To soldier from your Elisa I love you always。 エリサね、エリサは通す。やることは合衆連邦からの動きを全て。え、何それ。合衆連邦国は伝染病の、あーくそ、メモがやべえ。おい、やることが多すぎる。アルタン星人はまだ拘束、押収するんでしょ。そもそもここに並ぶ前にさ、一回ここでさ、一回ここでパスポートチラって見てほしくない。合衆局民はダメですってここで言う人欲しくない。もしくはなんでって疑問をここでめちゃくちゃ投げかけられるからさ、もう節電のかまここに置いとけよ。合衆国民は通れません。アルタン星人はパスポートを押収します。絶対にこれとこれ これを出すように準備してくださいとか全部説明するべきでしょ。行くぞ。多分一番最初チュートリアル合衆国民が来る。日本の目的はただの観光。滞在期間は2ヶ月います。合衆連邦は藍色。うん、これ合衆民だな。ただ拘束要素がありそうじゃない。まあもうこの時点でダメなんだけどね。そういう場合どうすればいいんだ。これかな。あ、違う、間違えた。これ出してなかったわ。え、嘘。合衆国民はダメです。悪いな、合衆国民よ。国に帰りな。あ、間違えた。あれどうですかね、病気を持ち込まないでください。ひでえな。ちょっとひでえな。書類を。間違えた。これ見ときたくて。親戚に会いに来た60日います。この飾ってるのは何だい？うちの犬の方がかうまい。うさくです。ああ。なんだこいつ。どうにかして拘束して。どうにか拘束できねえんだ。こういうやつって大体拘束できねえんだよな、うぜえことに。印象をさ、下げてくるじゃん、こっちの。くそー、おめえよ。え、待って、お前合衆国民じゃねえ？ざまあみろ！あれ、お前合衆国民じゃねえな。くそ、合衆国民じゃねえわ。あれ合衆、え、待って、おかしくない？おかしくねえか、ロンタス。あれロンタスってなんだ？あれ、おかしいぞ。お前、犯罪者、高速か。よし。ロンタスとこいつ。え、違う、どうしよう。いや。いや、どうすればいいんだ、わかんねえよ。どこを示せばいいんだ、これ。ロンタスと、ロンタス。え、なんで？あ、初めてやったこれ。何言ってんのやら。ああ、もうお前めっちゃ時間かかった。お前ふざけんじゃねえよ。このクソ犯罪者が死ねえ。絵をバカにしたからか、冗談だよ。これは美術館に飾られるべきだ。マジかよ、あいつ。じゃあ通してやるか。これじゃないよな。観光に来ました。滞在期間は60日。滞在期は60日、観光合ってる。犯行 OK。有効期限合ってる。ID 合ってる。名前、ハンビットカウンズ合ってる。広いデコ合ってる。78センチ、173センチ合ってる。コレチア人の西グレスティ紫合ってる。うん。問題ないな。ようこそ、アルストツか。ようこそ。ちょっと俺の息子の絵を見てくれ、ほら。バカ、お前上に置くんじゃねえよ。ここに、これ、ここに置いてきますね。あなたはまるで、熱い、火。ところで、なんか、入国許可書がない。なくしました。
あんな素敵な手紙渡したのに飾りてえなこれな。なんなんだこれ、まあ、邪魔くせえ。書類出せ。邪魔くせえなマジで。アルストツカ人、名前だけ見ればいいんだよな。名前と顔だけ見て、体重も見て、大丈夫そうならもう OK と。ようこそアルストツカ、アルストツカ猫あれ。今のはさすがに大丈夫だろ。え、嘘！やべ、やっちまった。これチア人だ。セラビーズでさ、誰も愛してくれない。ラル、なんちゃらなんちゃら、西グレスティン。待って、コレチア、西グレスティン合ってる。期限合ってる合ってる合ってる。ID 合ってる、名前合ってる。合ってるな。これ合ってるな。ストレートヘア。ストレートヘアじゃねえだろ。これは絶対ストレートヘアじゃないだろ。え、ストレートヘアじゃない、おかしい、犯罪者だ、捕まえろ。手紙あげよう。私に手紙あげられた。暑い日、欲望そのもの。しかも入国していいよ。あんま違うと、今こないだやるとビザよく、嘘、意味があるんだな、ああいうのって。じゃあたまにもらったさ、エッチなやつとかも意味あったのかな。松本人志じゃん。松本人志大体通れるんだよな。アルタン星人じゃん、松本人志。病気を持ち込むんじゃねえよ、松本人志。でも、待って。名前が合ってれば入れるから。オッケー。名前問題ねえな。87キロ問題ないな。で、松本人志は病気を持ち込もうとしているから、ちょっとこれ押収し、通ってもいいよ、松本人志。パスワードどこに？押収しました。どうやって旅すれば？伝票の番号に問い合わせてください。お前として聞き分けがいいな。あれ女来ねえぞ。やばい、女来ねえ。ひどい上官でしょ。え、ちょっと言ってください。あれ、え、エリサは、エリサっていたか、途中に。気づかなかったのかな。ベトール、これオッケー。待って。あれアルストツカ書いてないぞ、これ。アルストツカの記載がないよ。特権があるはずです。私ならそうはしないわ。ディミトリは人を許したりしない。ディミトリ許さなくても、ディミトリ許してもらえ、許さない。ディミトリによろしく伝えておいて。ずいぶん拘束したな。一日中死ぬほど働いて、朝の8時から夜の6時まで働いて、朝6時から、まあ、12時間ぐらい働いているのに、40円もらえてね。それで家賃と暖房費払って終わりっすよ。飯食う金がない。っていうか5人いるんだからさ、もう1人働けばいいじゃん。俺の親父とおふくろか妻あたり働いてくれよ。妻は仕事に行くべきだろ、この場合は。だって飯も食えないんだよ。飯を食わせることが子育てじゃねえの。国民の安全確保に尽力。でもここまで切羽詰まってるとマジであれだな、マジでマジで働かねえやつが罪に感じる。ここまでギリギリすぎると、なんでお前は妻働かねえんだ。なんとかしろよ。なんで俺ばっかりこんな、せめて俺だけでも飯食うべきだろ。この女どうしたんだ。伝染病の危険性は明かりしえない新たな規則。もうポリオワクチンが有効であるワクチン接種証明書、なんで俺がワクチン証明書までやんなきゃいけねえんだよ。国のさ、入れるか入れねえかだけでいいだろうが。それは別だろ。全自国民は、なんだお前、何の価値もない、クソったれだな。なんとか隠すのにいろんな手を使わなきゃいけなかった。彼女を通して明確に伝えたはずだ。さすがに我慢ならんな。は？自分からあなたがアルストツカの所有物をなんとかしたと。え、どういうこと？俺何したの？俺自分の行った行為がわからないんだけど。
村に送り返されることになる。今のがディミトリ？え、何それ、納得いかねえ。え、何それ、超納得いかなくない？ディミトリ、ま、俺は規約にのっとって仕事しただけなのに。あ、やべ、言われてるわ。シャエピエスブスカは通せって言われて、K-H-A-L-E-D-I-S-T-O-M は通すなって言われてる。イストム、あーくそー、この間のやつ忘れてたのか。通すなってやつもいたのか。通せってやつと通すなってやつがいた。ここに丸シャエなんちゃらって書いてあって、バツなんちゃらって書いてあるじゃん。多分これ下通すな上通せってやつ。これがアルタン星人となんとか通せるもの。これを見ながらやってる。もうこれとか何のことか全然わからない。これもマジで意味わからない。1日前からやるしかねえのか。いくぞ。元気かい、頼みがあるんだ。分かってるよ、うるせえ、帰れ。合衆は全て拒否せよ。あれ、当然病気を持ち込まないでください。至って健康ですが、みんなそう言うんだよ。帰れ、汚れた合衆民が。で、この目的は何も言うな、通れ、早く帰れ、クソババア。おい、撃つぞ。入国は拒否して、撃っちゃダメって言われてない、撃っちゃダメって言われてないよ。しょうがないんだって、これ俺のせいじゃないんだよ。最後の一人になっちゃってエリサさん来なかったな今日な。お前エリサちゃんだろ。妻と住むために来ました。ビザと全部あるな、全部ある、日付 OK。 ちょんまげがないぞお前。あ、やべえ、こいつ合衆国民だったわ。合衆国民って時点でダメだけど、一応逮捕の可能性。どこだ、パスポート代 OK。 ん、あれ、ちょっとオナニーなんだけど、これオナニーじゃねえ。ちょっとこんな気づかねえよ、こんなの。オナニーじゃないっすよ。ゼロがなりません。高速だ、ようこそアルストスカへ。高速高速高速。いやー、いっぱい高速したね。はい、やり直したらプラス10円。眠ります。衛生省ゴミの安全確保に尽力。おい、あいつ来ねえじゃねえかよ、俺のことしょっぴいたやつさ。通したんだから金よこせよ。こっちは金引かれてんだよ、何の得もないな。待て、ワクチン接種証明書を提示しなければならない。これを読んでる最中にしょっぴかれた。え、ワクチン接種証明書があれば合衆連邦国民も入国できると。ただアルタンは引き続きダメと。パスポートは押収すると。一日一日が変わりすぎだろう。そのフットワークのさ、速さをこの労働環境に生かせよ。もうこんな増えてんだら、これ3個ここにコートコートここにつけて、こう一列ずつ並ばせろ。次、ワクチン証明書持ってるね。観光に来ただけよ。滞在期間もう4つも多くなるのすごくやだ。画面が多くなるのすごくやだよこれ。ムカつかない？なんでこんなにいっぱい出すんだバカが。待って、なんだ、観光に来ただけだ。これ4つ合ってるよな。41キロ153センチ合ってるの。ここは合ってる。有効期限合ってる合ってる合ってる。ワクチンはポリオ。これポリオやってる人だよな。待って。ポリオワクチンの証明、ポリオをやってなきゃダメなんだよな。ポリオとかコレラとかいろいろやってるね。で、ここのアイディア見なきゃいけないの？ふざけん、名前も、まあ、通っていいだろ、これはさすが。待って、見てなかった。こうやるのばっかりにさ、やってさ、ここら辺見忘れるって、そういう混乱だろ。これ、チア、ユルコシティ、紫やってるな。合ってそうだな。よし。やべえな、これ、やべえ。
自由に生きるかこれで。問題ボスだよ、取ってどうぞ。笹今のはいいだろ、笹今のはいいだろ。ワクチン証明書ある、ビザある、ベシロ地区、待ってて、ID 合ってる、名前合ってる、流行期限を見てなかったわ。お前一番最初に見ればよかった。これクソ気がない。ダメだお前は。すげえ今のまま早かったな。でもな、エリサ、お願い、もう家族はいない、セージルしかいないの。うるせえ、あいつちょっと通れ。どうもありがとう。あ、これやべ、あ、これいいの、これ。あ、もう あいつに渡すのかな。多分挨拶に来てその時渡すんだろうな。分かってるよ。罰金あるのかなこれ、ないのか。あいつがでも病気まき散らしたらやべえな。なんか足りなくない、あれ合ってるか、なんか足りなくない、あれ、あ、何かが足りない、何かって何が足りないんだ。入国許可証か、入国許可証ない。あー残念だな。くそ、さすがに出すもんが多くなってきて、お前らもミスってるな。すげえ、書類、ワクチン証明書と、おお、なるほど、いいね。アルタン星人だからまずダメなのが確定している中、体重 OK で、誕生日 OK で、あとはもう拘束できるかどうか。拘束できなさそうだな、アイディア合ってるな。プリウム、まあ。あ、入国ができるのか。入国は可能だけど、パスナイス、押収しました。なぜ伝票飛ばして、押しろ。犯罪者来いよ、犯罪者。犯罪者来い、俺が裁く。お前犯罪者だろ、絶対。亡命希望。あ、亡命希望者来い、あ。なんか来た、ちょ、邪魔だぞ、おめえの。お前の指紋が邪魔で、お前遅れたじゃねえかよ。やった、飯を食わしてやれる、薬を打ってやれる。待って、34時55円で、おい嘘だろ、2人射殺してさ、高速手当ももらってるのに5円赤字ってマジか。6等級で転移できねえよ。6等級行きてえな。6等級行っていいっすか。待って待って。30、40、55。本当にか、本当に60で、本当にマイナスか。くっそ、7等級に移ったからきつくなって、7等級に移って名が来たせいで。住居費が40になるけど、暖房費が安くなるのか。っていうことは、マイナス5か。毎日暖房つけてやれそうじゃない。毎日暖房つけた場合1日44、45で飯あり飯なしの日が両方来るので、1日あたり飯食費は15円とし、1日あたり60円ってことになるのか。45足す15は60、1日あたり60稼がなきゃいけないで、今日は55しか稼げてない。毎日今日だと5円ずつ減ってくってことか。死ぬほど稼ぐ。計画的な国境突破事件。